午後8時、東山の女衣形に大の文字が浮かび上がり、続いて妙法船形左大文字鳥居形と半時計回りに5分おきに点火されました。五山の送り火はお盆に帰ってきた先祖の霊を再び送り出し、無病息災を祈る伝統行事です。めっちゃ綺麗で感動しました。もうお盆規制せずに京都残ったんですけど。 京都府警によりますとことしは出町柳や嵐山など市内5か所におよそ2万6000人の見物客らが集まったということです。